トーマス・モントゴメリー・ニューマンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の作曲家。これまでに15回アカデミー賞、ゴールデングローブ賞に4回ノミネートされている。また、英国映画テレビ芸術アカデミーを2回、グラミー賞を6回、エミー賞を1回受賞している。40年以上に及ぶキャリアの中で、ザ・プレイヤー、ショーシャンクの空に、 アメリカンビューティー、グリーンマイル、ファインディングにも、ウォーリー、007スカイホール、007スペクター、1917、命をかけた伝令など、数々の映画音楽を制作している。ハンガリー系ユダヤ人のいわゆる、ニューマンファミリーの一員で、父アルフレッド、叔父ライオネル、兄デビット、いとこのランディも、映画音楽の作曲家である。ニューマン一家は、 アカデミー賞で最も多くノミネートされ、様々な音楽部門で92回のノミネートを受けている。イエール大学で学び、1984年の俺たちの明日を最初の作品として映画音楽を手掛けるようになる。1994年、若草物語と小シ,シャンクの空にの両方でアカデミー作曲賞にノミネートされた。 以来15回ノミネートされているが受賞はしていない。2012年の007スカイフォールからはデビッド・アーノルドの後を継いで007シリーズの音楽を担当している。ありがとうございます。